皆さんこんにちは日本をかっこよく、えー、結び大学でございます、えー、今回のお話はヤマタノオロチであります、えー、古代に登場するうまあ怪獣というふうによく解説されている物語のヤマタノオロチとは一体何いものであるかということをまあお話をしていこうというふうに思いますこれあの古事記ではですねコシのヤマタノオロチというふうに書いてまして 古紙、まあ、というのは埼玉県越谷市の古紙あるいは越後とか越前とかあいう場合のこの越という字を書いて古紙というふうに読むんですけれども古紙の山田のおろじという書き方をしているというところから、まあ、あの先生によってはですね越後の方越後越前の方からやってきたつまり古紙の国からやってきた、えー、8人の盗賊団であると。<laughs> あのこれ実はね山田のおろじの物語って場所が特定されてまして島根県の奥出雲 にあります鳥神村、まあの今あの奥出雲町っていう町名になってるんですね。でそのあたり Google マップで見ていただきますと、久々田神社という久々田姫をお祭りした神社があります。その神社のあるあたりがこれがあの鳥神盆地って言いまして、まあいわゆる昔は鳥神村というふうに言われたんですけども、盆地になっているところなんですね。でそこが物語の舞台になっていると、そこにですねある日佐野がこうどんと降り立つわけですね。 まあ、あの実際には取り組み盆地から、えー、川を少し下ったところそこに高間原から追放されたノがどんとまあ降り立つわけですこの時に左ノの御事が何で、えー、そこに降り立つことになったかというと実は高衛原でいろいんな出来事があってこれは別なところでお話しますけれども追放されちゃうんですね追放されて、えー、その時の左ノの御事というのはこれはあの神様としての霊力の象徴でありますひげを全部剃られて。 だからひげの,のないつるつる状態男性のひげっていうのは古来霊力を持つというふうにされていたんですねだからひげをそられたということはもう霊力を失って単なる人間として地上に降臨したでそれだけではなくて両手両足の爪を全部引っこ抜かれて痛そうですよね、えー、爪全部引っこ抜かれて「痛ててててて」というような状態になっていてでしかも着てるものはボロボロという、まあ、あの極めてだから情けない 罪人というか不老者といいいううかか者凄まじい状態で地上に降り立つわけですで困ったなどうしようかなと思っていてふとこう川を見ますとねそこにひい川という川が流れてるんですけどもひい川の上流の方からお箸がど「どんぶらこどんぶらこ」<laughs> じゃないです「<laughs> あのどんぶらこうどんぶらこ」だったら桃太郎になっちゃう。<laughs> あのえお箸がですね上流の方からサラサラサラと流れてくるわけです。 でこのお箸を見てあもしかすると上流に人が住んでいるかもしれないなって思い立ちましてノ野の見とはこう痛い両手両足の詰め抜かれた痛い、ね、痛みをこらえながら上流の方に向かっていっするとですねそこに、えーまあ、村がありましてね、まあ、ちょうど鳥上盆地にたどり着いたんですけどそこにまあ村がありましてそこに足名土手名土という方がいました。 これよくあの「あしなつちてなつち」というおじいちゃんおばあちゃんがいましたみたいな書き方をしている、まあ、絵本みたいなものがあったりするんですけども実はおじいちゃんおばあちゃんではなくて「足しなつちてなつっていうこの、まあ、字をよく言いますとね要するにその足しなつっていうのが鳥上村のいわば村長さんですねでだから足しなつちてなつというのは村長さんのご夫妻だから偉い人なんですよ、えー、で、えー、その2人が 串田姫というあの幼い娘を真ん中に置いてさめざめとこう泣いていたってわけです。あの串篠姫という娘を真ん中に置いて泣いていたってことはこれおじいちゃんじゃないですよね。お父さんとお母さんですよね。あの世代的には決して年寄りじゃないですよね。でまあ,あのこの総長さんの、まあ、若いご夫妻があそこで泣いていたというのが、まあ、実際に「古事記」や「日本書紀」に描写されているところになります。 で、まあ、たまたまね通り合わせたら、まあまあ、やっとその村にたどり着いたと思ったら、まあ、村長さん泣いてるわけですよ娘さんも真ん中にいるわけですよで佐野ことがねお前たちはなぜ泣いているのかとこう聞くわけですでするとねえ実はこの村には毎年ヤマタノオロチがやってきますと「ほほうヤマタノオロチとはどのような姿をしておるのか?」は「目は赤いほおずきのようでございまして」 体は1つですが頭が8つ尾が8つあり体には苔やヒノキや杉が生い茂っていますすごいですよね体に苔が生えてるんだったらまだ分かりますよヒノキや杉まで生えてるって言うんです、ね、で身の丈は8つの谷8つの丘を渡るほどで、ね、その腹は常に血で立たれていますとまあこのように言うわけですよでなるほどで 実はこの大和のオロチが毎年やってきては我が村の大切な娘たちを奪っていくんですもう全部の娘を奪われまして最後に残ったのがこちらにおります串田田姫だけでございますこの娘をついに今年は手放さなければならないかと思うともう悲しくて悲しくてで奥さんの手なつしも「<laughs> うううううううッフうと泣いてるわけですよで下の方がね言うわけです「そうか」 ならばその娘をわしにくれ <laughs> あの、ね、ここ重要なポイントまだねサノオのこ事名前名乗ってないですよサノオの見事といったら天照大神様の弟ですよねとっても偉い人ですよ、ね、偉い人だって名乗って娘をくれって言うんだったらまだ話わかりますよやってきた時の状態は髪ボサボサねひげそらえてるって言ってただの人 なおかつもうボロボロの服着てて両手両足と爪引っこながれて「えー、いててててあててて,て」と言ってやってきたわけですよ。このボロボロのあんちゃんがね足立ち手立ちの前で、ね、いきなり何言い出すかと思ったら「そうかならばその娘をわしにくれ」普通だったら「これ怒りますよ」ああ「あなた一体何を言ってんですかと」と人の不幸につけ込んで娘さらうとはね「じゃあだったらこの村どなんなる言うんですか」みたいなことで問題になりそうじゃないですか。 問題が起こらないんです手納し足納氏はそれでさっと察するんですもすすごく優秀なんですよそこでね足納氏は言うわけですよ「わかりました娘はあなた様に差し上げましょう差し上げましょうですからね繰り返しますよしつこいようですけど」。 いきなりボロボロのおっちゃんがやってきたと思ったら、人がサメサメと泣いてるところにやってきたと思ったら、なんで泣いてるんだって,って聞いてきた。事情を説明したら、わかった。その娘は俺にくれ。これおかしいだろって思いますよね、普通。<laughs> ところが足立ち何と言ったか。わかりました。ならば、この娘はあなた様に差し上げましょう。ただ一つお願いがございます。 あなた様のお名前をお聞かせくださいませこういうわけですよそこで初めてスサノオはわしはアマテラス大神様の弟でスサノオの御事と申すこのように言うわけですで、ははわ<は>かりましたあとはよろしくお願いいたしますこういう話になるんですこれね古代の常識っていうものがわかってないと何のことか全然意味がわかんなくなります どういうことかというとそもそも身分の高い人は名前を名乗らないという習慣が昔あったんです身分の高い人が名前を名乗る自らの名前を明かすということは下々の人は当然特に困ったことを抱えている人たちは当然この偉い人が物事をちゃんと解決してくれるって思うわけです必ず責任を持ってこの人が解決してくれるねだから 下手に名前を名乗ってしまって、俺はサノウと言うんだ、えー、娘くれみたいな、そういう順番の場合は、要するに、俺は偉い人なんだから娘をよこせっていう話になるんです。そうじゃないんですね。偉い人は名前を名乗らない。で、サノウはいきなりやってきて、ボロボロの姿だったけれども、手なすち、足なすちからしてみれば、名前も名乗らずに事情を聞き、かつ娘をよこせと言った。ということは、おそらく名のある神様に違いないと、こう踏んでるわけです。 で、恐れ言い,いますが、お名前をお聞かせくださいませ。で、天照祖神様の弟君だということが分かって、はあ、分かりました。というふうに話が展開してるんですね。ここの意味することはものすごく重要なんです。すごい重要なんです。なぜ重要かというと、人の上に立つ人というのは、それだけの責任を民衆に対して負ってるということなんです。ね。今、あのな何々大臣とか、何々知事とか、 いう肩書きをもう偉いっていうねすごい肩書きを持った方おいでになりますよね名前を名乗ってあとと週間緊急対策を延長したいと思い思まますすなんててやってますよね名前沸かして言ってるってことはもうみんなそのことについて、ね、営業停止するのはいいですよと営業停止したらその分の保証はちゃんとしてくれるということを全部ちゃんと引き受けてくれるというふうに期待するわけですよ。その期待に 答えることができるからあるいはその期待に応えましょうという責任を負いましょうということが名前を明かすということのこれバーターなんですねだから名前がすごく大事なものというふうにされていた、まあ、前回あの意味名とかねあざなといったようなお話しましたけれどもなんで本名を隠すのかというと名前というのはそれだけ責任を持ってるその上に立つ人というのは根性のこの自分の下にいる人たちに対して全責任を負ってるんだというこの強い意志があるからだということなんですもうそのことをぜひ これは、ね、日本の文化としてご理解いただければというふうに思いますで、えー、そこで説明をしたヤマタノオロチの姿なんですけども目,目が赤いほおずきほおずきって真っ赤ですよね、ま、真っ赤で丸いですからもう真っ赤な目がだんだんと光っているで体が一つだと頭が八つある尾が八つある,つある、まあ、ここで八つあるからヤマタノオロチこれは日本書紀はね「八鬼大蛇って書いてます 古事記の方は山田のこれでオーローチと書いてまして、このオーローチというこの三文字には意味がありませんという注釈があります。だからこれカタカナでオーローチと言ってるのと同じですね。オーローチと言ってるのと同じです。でここの八なんですけれども、実はあの古語で八っていうのはこれはたくさんのという意味を持ってます。だからあの山田のオーロチって言ったら頭が八本。 ね、胴体が一つで頭がこう8つ生えてるということではなくて頭が数えきれないいぐらいたくさん生えてるってことこですあの糸ミミズってわかかりますかねもうあの,糸の塊みたいにこん,なこんなのって丸い玉になって一体その玉の中に何匹のミミズがいるのか分かんないぐらいぐちゃぐちゃぐちゃってなってるやつねあるいはもやしの袋 <laughs> もうその中にもやしが何本入ってたなんていちいち数えてらんないじゃないですか。 あのいちいち数えてらんないぐらいたくさん入ってることのことを8っていう数字でで表したんですだからヤマダノオロチっていうのは袋に入ったもやしみたいにいっぱい頭が生えていて頭が何いくつあるか分かんねえってわけですそれぐらいたくさん頭があるってことですねで頭だけじゃなくて尻尾も8つあるってことですつまり数えきれないぐらいたくさんあるってわけですなんだか分かんないですよねあの頭が9つっていう,いう怪物は実はあのギリシャ神話にギリシャ神話だかなに登場しますヒドラっていいますね これは頭が9つなんです。おそらく、このギリシャ神話のヒドラっていうのは、古い昔の神話として伝わってきたものがあって、8つ、トっていうのはおかしいよね。頭が8つだったら、このリーダーが誰かわかんないじゃないかと。何かね、どっちにしようかって迷った時に、あの、最終的に判断してくれる頭、ボスが一人いなかったら、これ、 8つの頭がそれぞれ意見がみんな違ったら俺はカツ丼食いて俺はカレーライス食いててみんなそれぞれバラバラになったらもう収縮がつかねえだろうって体一つしかないんだからでおそらくリーダーがいるに違いないということで1個増やして奇数にしてこの8つの中に1本ね真ん中にポンと入れることによって「9つ頭の日空」っていうのが誕生してます分かりやすいですよねでそれでもね頭9つあったら不便ですこかいっぱいありすぎて大体ですよあの キングキドラって頭3つあるじゃないですか、ね、頭3つって何で3つかって言ったら人間の着ぐるみ着た時に人間の頭で操作する部分と両手で操作する部分があってで123って頭が3つあるってまあそういう話なんですけども頭が3つあるだけでもゴジラが歯が立たないぐらい強かったわけでしょっていうか厄介でしょねその頭が8つだいい数えきれないぐらいあるってわけですよ。どういう姿してたかってことですよね でしかも体にはコケやヒノキがいや杉の木が生い茂ってる体に木が生えてるって言うんです。で「水タケは8つの台8つの丘を渡るほどで」ほどでって書いてるんですがここでね普通ヘビだと言うんだったらば山がこのようにあったら、ね、この山の両線に沿って、ね、8つの山を越えるぐらい長いヘビですよと。 いいうふうふに描写すするじゃないですか普通だったらところが美濃岳は8つの谷谷を越えて8つの丘を越えるぐらいだという描写してるんですでしかもその腹は常に血で立たれているということですこれ何なのかっていうことなんですがこれはあの、まあ、冒頭申し上げましたように古紙の,の,の国からやってきた橋の盗賊だとかねいう説もありますが今申し上げましたように古語で古語ね 古い言葉古語で「八」というのは数えきれないぐらいたくさんのという意味ですから古志国からやってきた八人の盗賊といえばその盗賊団がやってきて娘肩分かして帰ってくるんだという説もありますけれどもでも盗賊団だとするならば今のマタのオロチの説明体にヒノキやスギが生えてるってこれ説明つかないでしょ。で 実はですねあのこの物語の舞台になっているところにい川川という川が流れてるんですでこれ今はねこういう字を書きます「ひい川と書きますで「古事記はこう書いてます「ひかわ」と書いてます「こえた川で「日本書紀」はこのこういう字を書いてこれで「ひかわ」というふうに書いてますでこの「ひかわ」っていうのはこれ「こえた川こっちの方の「ひかわ」っていうのはこれは農機具で米をすくための道具ですねつまり「米作りの川」という名前が付いてるんですが ですが漢字っていうのはもともと日本にあったわけではなくて漢字っていうのは後からチ,あのチャイナから輸入したものだっていうのはこれは皆さんご存知ですよね。その前に大和言葉があったわけです。大和言葉で何と言っていたかといったら「日の川だという」の「川」だというふうに呼んでいた。で「日」って何かといえばこれ太陽の「日」もあるし炎の「日」もあります、ね。で「炎の日」あるいは「太陽」といったら「 日本人は何色を思い浮かべます。これですよね。氷川っていうのは実はね、この氷川、これ今でもありますけれども。あのちゃんと流れてるんですが、これ実は赤い川なんです。でなんで赤い川かというと、上流にね、仙通山っていう山がありまして。あのー、これこれ面白い山でしてね、山がこういう形してあるんですけども、木がこの辺まで生えてるんです。 でここ梁山なんですてっぺんのとこだけ梁山だから遠くから見てもあ仙通山だってすぐ分かるんですねまあなんでこの梁山になったのかっていうこともまたあるわけですけどもで実はこの仙通山っていうのはもともと昔は鉄鉱石鉄の鉄鉱石のの産地だったところですで鉄鉱石っていうのは、えー、前にもお話したことあると思うんですけども、えー、たまたまこう落雷かなんかで山火事になりますよね で山火事が起こると鉄鉱石の中に含まれている鉄が溶け出してでこの鉄がですねふらふらふらっとこう流れていってで山火事が収まると山の焼け残った山の斜面のあちこちに丸い鉄の塊が出来上がるんですでこのことをお餅のような形をしているということで餅鉄という名前がついています、まあ、それぐらいあの鉄っていうのがいっぱい出るわけですねで鉄があるということは鉄は酸化するとどうなります錆錆がが出出ますよね赤い錆が出る このサビが雨が降ると流れ出しますので結局このひい川っていうのは川底が常に真っ赤なんですサビででお月様が出たりとかあるいはまあ夜になったりしますと星明かりとか月明かりなんかで川面が入えるそれがやっぱり赤く見えるわけですよ赤いんですよ、ね、だから目がほおずきのように真っ赤でだからその川面に映るいろんなその景色とかね明かりが真っ赤に見えるで川ですから当然体一つですよね で谷を渡りますよね丘を越え谷を渡りこれ川ですよねで、えー、体に苔や、ね、川ですから川にいっぱい岩がありますよね岩には苔が生,生えてますよねで周りは杉やヒノキがパッと生えているで、えー、8つの谷8つの丘を渡る杉川川仙通山が元になりますこの仙通山からず,っと,ずっと流れ込んでくる。 でその腹は常に地でたたれてますと言うんですけれども実はですねこれがまたもう一つ要素がありまして鳥神盆地っていう盆地があるんですけれどもこの盆地がねこんな格好してるんですこれ周り全部山なんですこの盆地にひい川がこう流れているんですけれどもさらにいろんな小さい川がいっぱい流れ込んでるんですでそもそも盆地ってもともと山と山の間の谷の部分なんですねでそこに川が流れてるわけです で大雨が降るたびに川がいっぱい土砂を持ってきます。運んでいきます。そうすると、この山の合間の、この一番谷になっているところにだんだん土砂が堆積していくんです。で、土砂が堆積して、堆積して、堆積して、山と山の間に平野が生まれます。土砂が堆積した平野ですから、当然これ真ったらですよね平。平野ができます。こうして生まれるのが実は盆地なんですね。で、この盆地に、ひい川が流れている。真っ赤な川が流れている。 でしかもそれだけではなくて周りの山々からいっぱいたくさんの川もうこの支流まで数えると一体何本あるかわからないぐらいたくさんの川があ全部流れ込んでくる結果としてここはどういうい土地になります盆地なんだけれども水害に弱い雨が降ったらもうその度にもう土砂災害で田んぼや畑が全部やられてしまうというふうな状況,に状況下にあるそういう盆地だということが分かります。じゃなんでそんな盆地に 足な土や手な土が住んでいたんですかっていう話になるじゃないですかで、そうすると実はねさっき言いました扇通山のところで鉄鉱石が取れる持ち鉄が取れるわけですこの持ち鉄を使ってこの奥出雲の鳥上村この鳥上盆地のところに鳥上村という村があるんですけどもこの村では大昔いつ始まったかわからないぐらい古い昔からたたら製鉄が行われていたたたら製鉄が行われていたで、製鉄をするために この鳥盆地に人々が住んでいたなんだかもの物のけ姫に出てくるあのねお姫様の村みたいなそんなふうなイメージになってくるじゃないですかそんなふうなところであったということがわかるわけです。でそこでねこの事情は分かったとだったら娘を俺にくれ娘を俺にくれっていうのはこの娘の名前が串稲田姫と言います。ののように稲田稲田稲の田んぼ 稲の田ん,ぼが田,田んぼと畑が口のように整っている綺麗な田んぼ綺麗な畑がある口のように整ったもう美しいでその田園風景がねそこにあるその田園風景を俺にくれつまり俺に任せてくれっていうことを言ってるわけですどう任せるのかつまりこの水害を俺がなんとかしてあげるよこういう話になるわけですで佐野の見事はまさに責任を持ってこの火川の流れにちゃんと堤防を作るわけですでもね堤防ってね 高い堤防を作れば、これで安心かというとそうじゃないですからね。あの、水があるから田んぼが作れるわけでしょ水があるから畑を営むことができ,できるわけでしょ堤防を作って水が来なくなっちゃったら、田んぼ作れないじゃないですか。ということは、ちゃんと何箇所か水門を開けなくちゃいけないんですで。その水門のところっていうのは、堤防に穴が開いてますから。水を通すための。当然のことながら、水害が起こったときに、 土石流が流れてきたとき一番やばいのは危ないのがここなんですよだからそこにはヤシオオの酒といいまして本当にこう美味しく作ったお酒を置いてで神様に祈りを捧げて、えー、災害が起こったときにもしっかりと守ってくださいということになるわけですその結果まさに大雨が降るんです土石流がドワーッと流れてくるわけです真っ赤にただれたような真っ赤な土石流が 目の前をダーッと通っていく堤防の内側だけです村には何の被害も及ばなかったあじ土手なつ以下みんなが本当に感謝をするんですありがとうございますありがとうございます蔦皇の御子様のおかげで本当にみんなこれで助かりましたこれで安心して田んぼを作り畑を作りわしらは食うに困らないで生活することができるようになりましたありがとうございますありがとうございますうん 俺この村に住むよ「そうでございますかありがとうございます」っていうことになりまして村の娘さんと結婚をしてただあの鳥上村ではなくてすぐ近くにあります菅というねところに佐野皇の帝のは新居を構えて全く新しい家を建ててそこに住まれるようになります。 新規が出来上がった時にその菅賀の地からね雲が立ち上るんですあのよく雨上がりに山と山の間にこう白い雲がこうぱっとこう分け起こるじゃないですかあのその姿を見て久能が歌を読むやぐもたつ出雲の焼え垣つま込みに焼え垣作るその焼え垣よこれが我が国の最初の和歌になりますやぐもたついっぱい雲が 山の稜線から、ね、雲がこう立ち上っているその中で女房がお産のために、ね、あの産屋を作ってあげた安心して出産できるようにしてあげたその産屋にもう出産間近い奥さんが入っていくでその周りはちゃんと垣根を二重三重に巡らしたそうすることによってもうどんな雨が降ってもどんな大水がやってきたとしても絶対に産屋が大丈夫なようにしてあげた。 これで安心して元気な良い子を産んでおくれありがとうございますっていうその笑顔が見えるようじゃないですか役も立つツイズモの八重垣妻込みに八重垣作るその八重垣をこれがヤマタのオロチの物語になりますヤマタのオロチの物語というのは決して怪獣が現れたヒドラが現れたとかキングギドラが現れたとかキングギドラをねゴジラが退治したとかそういう話ではないんです最後に一点申し上げますヤマタのオロチと言います日本書紀は大蛇と書いてます 古事記はオーローチと書いてます大蛇なのに蛇なのにどうしておろチと書いたのかおろちっていうのはこれ古い言葉でこういうふうに書きます愚かな地愚かな地ってまたあるいはこれであのオロっていう字を書いて悪い強の地と書いてこれでもおろちと読みますいずれも土土砂災害にいいいやすす地のことを言います水害が起こったりした時にあのすぐに土石流に埋まってしまうとかあるいは崖崩れが起こりやすいとかそういう土地のことをおろちと言います だからこのおろち昔からあの辺りはオロチだからあそこに家を建っちゃいけないよそこに田んぼ作っちゃいけないよと言われるところがありましたそこにはやっぱりもう,もうパッと聞いた瞬間にオロチだと分かるような地名がつけられたりもしていましたそうやって私たちの祖先は子孫の命を守ろうとして努力をしてくれたわけですからもう一つこのヒーカーという名前が出ましたまあ、あの前半のところで詳しくこう こん,なまあ、こんな字があるよ、こんな字があるよ、こんな字があるよということをご,ご紹介したんですけども、氷川、氷川ってどこかで聞いたことありません氷川、氷川神社って、氷川神社って聞いたことありますよね、氷の川と書きます、これで氷川と読むんですけども、あのこの山田のオロチと呼ばれていた氷川、この氷川が佐野の御事によって、美しい川、役に立つ川に変わっていった。 そのの人々の生,活生活や暮らしに役に立つ川ということでの御事ゆかりり神社に干川といいいう名前がついたりしていますで。この氷という字が何でこの字を使っているかというと川イコール水水イコール氷そして氷は昔は清らかで浄化されたものつまり正常なものというふうに考え,考えられていましたんであえてこちらの氷川とかではなくて この氷という字を書いて氷川神社というふうに呼ばれる神社が全国にたくさんあるという状態になっていますヤマタノオロチの神話というのは決して怪獣話で子どもたちを驚かそうとかそういうことで作られたものではない実際にあった出来事が何があったのかということは分かりませんよあの実際にこう本当にヤマタノオロチという怪物がいたのかもしれませんただ少なくとも古事記や日本書紀を編纂した人たちというのは後世の我々に対して えこうやって水害というものを収めることによってみんなが豊かに安心して平和に暮らすことができるようになるそして子どもたちの出産の時にも女房が安心してこう産むことができるようになる娘が安心してこう産むことができるようなそういう村づくりをすることができるようになるそのことが大事だよねそういうことを神様は身をもって実践してくださったんだよっていうことを伝えようとしてくれたんではないかなというふうに僕は思います。 日本って本当にいい国ですよね。日本をかっこよく、むすび大学でした。来たる8月1日、むすび大のオンラインセミナーを開催します。これもリアルタイムで行っていきますので、その場で、まあ、チャットなんかもえしていただくことができるというものであります。ご質問も途中で受け付けたりもします。えテーマは、ズバリ古代の朝鮮半島と日本。 関連してね、いろんなお話をバラバラに結び台の動画でいろいろ行っておりますけれども、これをちゃんと通しで見ていくと、またですね、すさまじいストーリーがそこから見えてくるということがあったりします。歴史というのは基本的にいろんな見方ができるよと、いろんなストーリーを考えることができるよというのが、この結び大学の一つのテーマでもあるわけなんですけれども、そういったなものを通じて、皆様とともにですね、古代の朝鮮半島と日本の 決して語られることのない全く別な凄まじい姿というのを一緒にこの歴史の扉を開いてみたいと思いますこれはもうご期待です楽しみにしていただければと思います、えー、詳細は下の概要欄に貼っておきますこれは今いろいろと検閲があって YouTube でこれ喋ると番組自体がもうアカウント削除されちゃうよみたいな まあ、そんなことが結構ありますのでそういうふうなことの影響を受けない形で別の動画を使ってオンラインで行っていきますあのー、別な動画を使っていくわけですから、えー、YouTube の検閲を受けないということでここではですね思うううすすごいいい話をしててことふにっおりますぜひ下のこの案内ページからお申し込みいただければと思います これはねお聞き逃しなく面白いです。